住吉ビリケンクッキング。外も寒くなってきたので冷蔵庫にあるもので今日はかす汁を作ってみたいと思います。まずは、鮭の皮に鱗がついてるんで鮭の鱗を取ります。皮の方が取れましたら霜降りという作業で鱗を取っていきます。お湯をかけます。あとは乱切りという作業をします。はい、80度ぐらいに沸いたお湯に、鮭の先ほどの切り身をつけます。ここは食べやすい大きさにカットするだけです。椎茸いきます。椎茸もさっと水洗いをしまして、これも食べやすい大きさに切ります。はい、こんにゃくいきます。こんにゃくは大きいので半分に割ってから火が通りやすいように隠し包丁を入れます。はい、人参を切ります。人参はいちょう切りという感じに切っていきます。こんな感じでいちょうの形になります。はい、続いて大根いきます。大根はかつらむきという作業で皮をむきます。はい、そうしましてこれもいちょうという形に切ります。次にザクザクと切って飾りに入れましょう。はい、薄揚げの方は3つぐらいに切りまして、はい、そうしましたら仕込みの方が終わりましたんで、はい、それでは具材の方に火が入りましたんで、最初にカスなんですけどこのまま鍋に入れると溶けにくいので、これをこの湯がいた出汁と一緒に、レンジにかけます。そうしましたら溶けますんで簡単にかす汁の方ができます。はい、そうしましたらレンジで温まったかすをこう潰します。それでお野菜の出汁があるので少しでいいです。そうしまして先ほどのかすをすべて入れます。そうしましたら、鍋の方が沸いてきましたので、ここで沸いたら先ほど切ったネギを入れて完成になります。そうしましたらこれで器に盛って完成です。今日は熱々のかす汁が出来上がりました。